おはようございます。ジャスト株式会社代表関正幸です。今回もちょっと高卒と大卒のこのおそらく考え方、情報に対する考え方の違いを言いたいと思うんだけど、はい、本って何だと思う？何だと思うんですか？情報、うん、過去の知識、うん、過去のその人の経験がまとまったものですか？まとまったもの、うん、なんだけど、これをどう見るかだよね。大学、まあ基本的に日本の大学は哲学、ギリシャの哲学が祖になってるから、はい、そのギリシャの哲学はこれ本をどういうもんだと思ってるかだよね。というかね、はい、本と対話どっちが重要だと思ってる？対話、対話が重要、うん、はい、基本的に本はこの影でしかない、はいはい、だからこうやって現実にこう話してこう議論することが大切なんだよね。はい、うん、うん、はい。でただ高卒の人はどう、これをどう思うかだよね。おそらくこう考えてる。なぜならばここを一生懸命やると点が取れるから。うん、はい。で大学の授業ってこれが中心なんだよ。はい、日本の大学は例えばこう講義こう、まあ、生徒並べて講義するっていうのが主流なんだけど、まあプラスゼミっていうのがあって、やっぱ少人数制のこう、はい、対話形式のクラスもあるんでね、はい、まあ、大概あるね、うん、でこっちの方が重要なんだ本当に。はい、でここをやんないと点取れない。はい、この力がない。特にアメリカなんかもっとすごい、はい、イギリスのケンブリッジ大学なんかぜ大講義制がほとんどない。クラスが5人で議論で終わる。はい、で本はほとんど使わない。本使うとしたら一夜のうちにこれ一冊読んできなっつって、この分厚い本本当に読んでくんだよ連中。はい、高卒の人は 本そのものが、はい、文字にもされちゃったものが大切で、うん、大卒の、まあ、大概の場合こっちが大切だ。うん、はい、うん、ということはなんていうかな、リアルタイムの世界だよねこっちは、ね、はい、もうこれなされた世界、はい、うん、こっからこう自分のこうなんていうか学問世界って作り上げちゃう、ね、はい、高卒の人はここを読まないと進まない。うん、要は過去のことを、はい、うん、なぞってるだけの仕事しかできないんだよね。こっちを大切にしてるとこう新しくこう切り開いていくようなことが、リアルタイムの世界を切り開いていくことが、ね、はい、いう話なんですよ。でもね、遅くない遅くない、これ大切です。でこれを大切にするためにやっぱり、ね、こう議論した時でメモる、うん、で自分のメモと本とどっちが大切だと思う？なんとか教授が書いた本と自分のメモとどっちが大切だと思う？なんか変な言い方ですけど、うん、メモって自分で書いたものだからただですよね。ただっていうかお金かかってないと思うんですけど、うん、本って書店とか行って買うじゃないですか、うん、なので本の方が価値があるっていうんですか。ああ、それはやっぱ高卒的な考え方だね。あ、うん、こっちの方が大切だね。はい、なぜかわかる？本なんかどうでもいいんだよ。本を読んでそこで自分が何を考えるか、はい、うん、それが大事で、考えたら捨てりゃいいんだよこんなもの。あ、はい、だからメモの方が大切だよ。どっちが役に立ちますかって自分のメモだよ。自分の体フィルターを通したものが本物の情報であって、はい、うん、本に書いてある情報っていうのはフィルター通してないからただの文字でしかないんだ、うん、
圧倒的にこっちで圧接なんだよ、うん、どんな教授が言おうとこっちなどうでも自分にとってだよ、うん、はい、でメモ取らなくてこっちをこう立てまつってるようでは何もできない、うん、誰が権威、世界にとって誰が一番大切、自分にとってだよ、自分ですか、それ以外ないでしょ、うん、はい、ハーバード大学のなんとか教授、うん、どっちかが銃殺されると、でもどっちが助かるっつったらなんとか教授でこうやる？いや、自分が助かりたいです。自分助かりたい、はい、こんな関係ないんだってなんとか教授、はい、こんなね、うん、自分大切にするってことは目も大切にするってことは自分の思考を大切にするってこと、うん、目も取らないやつは誰かの奴隷にならざるを得ないんだよ。うん、はい。いうことです。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。